フローレンス・ローレンスは、カナダ出身のアメリカ合衆国の女優である。本名フローレンス・アニー・ブリジュウッド。1886年1月2日、カナダのオンタリオ州ハミルトンに生まれる。1906年、バイタグラフ・カンパニー・オブ・アメリカが制作、ジェイス・スチュアート・ブラックトンが、監督、主演した、短編映画ザ・オートモビリシーブスに出演したのが、最も古い出演記録である。 同社の量産する短編映画に出演した後、1908年、アメリカンミュートスコープバイオグラフに移籍する。同年8月30日、満22歳の時、13歳年上で、当時まだ俳優であった後の映画監督、ハリー・ソルターと結婚する。1909年に、夫・ソルターが監督業に進出してからは、夫の作品に多く主演する。 1912年、夫と共に独立し、ニュージャージー州フォートリーにビクタースタジオを設立、夫が量産する、短編映画に妻を主演する。翌1913年には、夫妻は同社を、カール・レムリに売却し、レムリが数社を結集して設立した新会社、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに、夫ともども入社、引き続きビクタースタジオで、夫の量産する、 監督作に主演する。1916年には、同年に、ユニバーサルが設立した子会社、ブルーバード映画で、スチュアート・ペイトン監督のエルーシブ・イザベルに主演するが、多くの作品が日本で公開された、ブルーバード映画の中でも、公開されなかった数少ない作品の一つとなる。1918年以降、一旦、映画界を退く 1920年3月2日、満34歳の時、オット・ソルターと死別する。1921年5月21日、チャールズ・ブライン・ウッドリングと再婚する。1922年から映画界に復帰するが、主演作は少ない。だんだん早くの出演となっていった1926年には、再び映画界を退く。1932年にウッドリングと離婚。 1933年11月27日、マイ47歳で、ヘンリー・ボルトンと3度目の結婚をするが、翌1934年3月には、わずか4ヶ月で離婚している。この頃、トーキーとなった映画界に復帰するはほとんどが、早く、ノンクレジットで、1936年のハリウッド大通りでの小さな出演シーンも、編集でカットされてしまう。 1938年12月28日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ウェイストハリウッドで、服毒自殺し、死去した。万52歳没。ロサンゼルス市ハリウッドにある、ハリウッドフォーエバー墓地に眠る。すべて出演作である。250本以上の出演作のある1913年、以前の作品は、主なもののみに止めた。ローレンスは1914年、 現代の微灯やハイマウントストップランプの前身にあたる機械式ブレーキ信号と現代の方向指示器の前身である自動信号アームを設計し発明したことで有名である。前者はフットブレーキを踏むと自動的にストップというサインが跳ね上がって表示されるもので、後車はフェンダーの後ろ側に設置しボタンを押すと電気信号が伝わって、 旗のついたアームを上下させる仕組みだった。ただ、これらの発明の特許を取得していなかったため、どちらの発明に対しても信用や利益は得られなかった。ありがとうございます。